どうも皆さんこんにちは、ゆうです。今回ファイナルファンタジーレコードキーパーの希望という名の光リベンジ戦行ってみたいと思います。もう前回コテンパンにやられてしまったのでね、もう今回はリベンジでもみっともないとこ見してしまったんでね。で、前回と編成を変えました。ね、ユーナ外してレイズじゃなくてもよかったんですね。なんか蘇生でも、蘇生が物理補助であるので、まあ、そっちでもよかったので、まあ、無理にレイズ入れなくて、まあ、エーコに OD と KR が持たせて、エドワーに蘇生ですね。なのでエドワー蘇生持ってるので、エドワーに即死来られると困るので、セーフティービットをエドワーにって感じです。即死耐性大の、はい、こんな感じでいきたいと思います。フレンドさん設定します。はい、フレンドさん設定ができました。フレンドさんが今回ね、弟子がいなかったので、まあ、シャックしてもいいんですけども、一回どっかつったんと言ってね、モーグリにしました。相手の攻撃力と魔力を下げるやつで、いきたいと思います。で、スタミナがないんでね、多分途中で、カットが入りますけども、まあ、動画上はすぐ行くと思うんで、よろしくお願いいたします。では行きたいと思います。オーダージャですね。オーダージャ打って、じゃあ、チップ打って、連続。で、ベルトの変化を打ってみますか。これ、びっくり。全体攻撃は困るんだよね、結構。連続体から。全体攻撃はめんどくさいんだよな。で、ティーナーがハンドジャックには一応雷みたいなのが来てるので、ファイル。全体攻撃ばっかだね。ランチャー、まずいよ。また嫌な予感がしてきたけど、だってエイコもまずいし、ザックスもまずいから。おっ、じゃエイコを回復しないとまずい。やばい、まずい。来ないで来ないで、攻撃来ないで、頼むから来ないで、お願いだから来ないで。あぶね、よし、勝った。で、ティナで終わりかな。ティナの魔法でラストで、あぶね、マッシュがまずい。ちょっと火だめがすごい、もうやだ。ティナがやられそうだし、マッシュもやられそうだし、きついね。はい、もう一戦目からきついし、はい、で、続いて2戦目、デスゲイズですね。で、デスが当たらないことになります。お願いします。これどうなんだろう、これ。戦闘不能になった時点でスペシャルスコア乱さないのが一番。これってないよな。OK、ミス。カーブリッジ。リアルが打つときの。マジックのが先だったから、全部切りで、ファイアちゃん。結局ティナがまあ蘇生があるからね。でも
戦闘不能にならないって。どうなんだ、戦闘不能になっちゃってるからね、スペシャルスコア満たせないのか。もうやだ、もういい思い出がないし、もう6にはデスゲースはにはもうめちゃめちゃにやられるし、ペントキーでトラルが1個でファイアベル、あと半分あとちょっと、ちょっとでもないか。うわぁ、スペシャルスコアこれ落としてるんでしょ、多分。生き返ったけど。これがまだよく分かってない。戦闘不能でない状態じゃないもんね。戦闘不能になるかならないかっていうことだから。三つ目の戦闘不能でない状態、行動回数と火ダメと戦闘不能回数、その上から3つ目のやつは落としてないけど、ただスペシャルスコアのあれは落としてるだろうから。毒もらっちゃった、結構めんどくさい。あとちょっとだね。ここでいくでしょ。さあ、どんなもんですかね。うん、やっぱそうだよ、戦闘不能になっちゃうとこれもらっちゃうんだね。だから最初のデスもらったらば、デスが効くとあの一番上が満たせないんだね。もう何なんだろうこれ、デスが来るの、先制でデスが来るの、それがあるってよくわかんないけど、その分多くしてるのか、スペシャルスコアを。それがなってもいいよ、2分間。で、行きます、3戦目。さっきここでダメだったからね、どうにかしよう。最初何すればいいんだ。マジック。シェルか、先センターシェル行っておきます。効くんだよね、これが結構で。誰に誰をぶつければいいんだ、弱点が分かってないから、ね、こいつ単体もしや、あ、全員か、よかった。ウォーターじゃがこいつが弱点なんだよ、確かに。だいぶ下がってないけど、で、シェルして、まず一番上から倒せばいいかなっていう。水と、あと氷が弱点みたいなんで、上が。で、ブリードラケンいきました。で、ウォッターあった。オッケーオッケー、今回だいぶいいね。ティナが。これでまだ倒せないかな。カウントいくでしょ、大谷で。あー、ギリギリ残った。めんどくさい。で、手前が誰？手前が誰っていうか。これ何？つらいね。どっちが吸収？とりあえず炎は平気なんだけど。サンダオジャーはどっちが吸収するんだ、後ろが平気なのか、ちょっと後ろ3人いる。パワーブレイク上、後ろに当てて。オッケー、後ろがサンダオジャーオッケー。この、片っぽ吸収しちゃうので、オードボーガン、オードボーガンいきます。
とどうしようかな。手前が炎属性、違う、手前が、手前何もなしか、やば、後ろが3だ。あと半分。これモーグリってどんぐらい持つんだろう、効果鉄壁くらい。全部で、中小攻撃、炎吸収だ、違う、炎弱点だ。あぶね、反応じゃない。 OK、 あともうちょっと。これでいった？ OK、 あと1匹、これが弱点がないので、もうじりじりと倒すしかない。雷が吸収なので、まあブリトラケンを撃つ。ティナが復刻の力が出てる。じゃあ追跡をどうぞ。どうがないか、連続拳かな、連続切りか。炎は撃って平気だね。復刻いきます。復刻じゃねえや、刻印か。OK、 あと少し。V ダラケンで撃っときますか。あ、あとちょっと頑張ってみんな。刻印きます。シェルかい。追加攻撃いいか、残りは。これに行くかな、行かない、行った。 OK、 よし、今回は順調。で、次ラストですね。まあスタミナ回復したらっていうか、まあここで編集僕はやっちゃうんで、途中のね、今までやったのは、まあとりあえず動画一回ここでカットしたいと思います。はい、それではね、最後いきたいと思います。まあ、OG に一掃させて、スペシャルスコアの氷ドッグで当てれば、まあ、問題ないかなと思います。あと、モーグリで、なんか、相手のね、攻撃と魔力を下げれば。はい、では行きましょう。まず魔力下げて OG にですね、下げて、で、OG に行って、で、あとは、あぶね、クリスさん超クラブじゃん。ちょっと回復したいんだけど、だってこれなんか来たらもう終わりだね。だって、はい、マジックブレイクで V トラップ。びっくりした、超強じゃん。回復ケアルガ、じゃあ
かる。ゲジキリタラ。まあここまで来れば安心かなと。あとはもうじわじわって感じなんで。はい、もう半分切ったしね、あと半分。エイコは、まあ、全体勝負をしてみます。サンダジャ打って、連続に。で、ブリーザーロケット。はい、なんかもう、安心すると喋ることがなくなっちゃう。黙っちゃうんだ。あとじわじわ減らすだけだから。まああと問題はないかな。遅い。でバトルスピード上げたいんだけど、上げるとなると録画また中断されて音がなくなる可能性があるから。やべ。最悪だわ。食らうね。2480。でもティナが何もできない。こっちにリフレクかけてくれるとありがたいんだよ。オッケー、あとちょっと、あとブリザラ1回打ってればかな。マジック打ってで、まあ、ブリザラ打って多分終わるでしょう。オッケー。まあ何度か今回リベンジできたかなっていう。まあ1戦目がきついわ、2戦目も最初のデスがきついわね。まあ1戦目が一番嫌かな。あと3戦目もやだけど。はい、ということでこれでいったでしょマスター。はい、オッケー。でやってエクストラスラスに行けたので、レイがあれだな。はい、で次がエクストラプラスですね。なので、まあ、次回はエクストラプラスと、あと次回予定なんですけども、まあ、やるか分かんないですけども、これっすね、エンハンソード。これも1回97モバコインでいけるので、まあ、こちらも1回回せたらなと次回の動画で思ってます。まあ、確率も 12% で 2% 上がったので、はい、まあ、1回引こうかなと思ってますので、まあ、次回の動画でって感じになります。はい、ということで、ここまでご視聴してくださった皆様本当にありがとうございました。もうなんとかリベンジできました。はい、ということで、次回はエクストラバスやっていきたいと思います。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、ゆうでした。バイバイ。